何もしかして観覧車止まった観覧車の故障かな最悪だ。生きた心地がしない。大丈夫よ。落ち着いて。でも。まだ乗ったばっかりだから。私たち観覧車の一番下で止まってるから。そうか。このゴンドラが落ちてもそこまで危なくはないか。焦ることないわ。じゃあ、せっかく観覧車乗ったんだし、景色でも楽しむ。楽しめない。一番下だから。私たちは今、ほぼ地上。でも窓の外見てよ。すごい人。すごく見られてる。一番下で観覧車止まったせいで、列の人たちとすごく目が合う。私たちが観覧されてる。 あれから7、8分経つけど全然動かない。ねちょっといいかな。どうしたのもしかして気分悪くなったとか好きです。付き合ってください。絶対に今じゃない。ずっと前から君のこといいなって思ってて。今じゃない、今じゃない。告白続けないで。なんで今言うの決めてたんだ。 観覧車に乗って8分経ったら言おうって。確かにこの観覧車、頂上まで8分だけど、本来なら頂上での告白になってたけど、登場時間じゃなくて場所に順次で欲しかった。二人だけの思い出にしたくて、この観覧車の中で告白することにしたんだ。すっごく見られてるけど二人だけどころか列の人に見られてるし聞かれてるけど返事聞いてもいい返事返事は頂上で言っていい今答えてやるよ。待たせてる男の方かまいそうなの。ヤジがすごい。外野がとてもうるさい。俺も、今返事聞きたいかな。じゃあ、お願いします。本当？ 動き出した恋と同時に観覧車が回り始めるなんて。ララララブソングみたいだね。あれ観覧車じゃなくてメリーゴーランド